皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2015年12月の16日水曜日、今日の数波の言葉は見えない波動、見えない波動です。そして、今日の BGM はこの数波調和シンフォニーの中から12月、生命の和の音、生命の和の音をお送りしています。この数波調和シンフォニーの CD ですけれども、もうあと数枚です。残っているのは、来年からは432Hz に録音し直しまして、新たに価格も2000円から3000円に変わります。私はこの今年、この数波という、まあ、あの、暦みたいなもんですけれども、それを作曲の要請がありまして、こういろんな各月、そして毎日の数波をこう、読んでるわけですね。例えば12月、もっとカレンダー自体は大きいんですが、これは携帯用のカレンダーですね。こういうふうに書かれていて、これをこう見てるうちにですね、ふっとこうイメージが湧いてきて、そして作曲したのが、この1月から12月までの各月の数波の音楽です。大変好評で、プレスしたCD がもうほとんどなくなってしまいました。その時に、渡辺晋三友人さんが、この数波の主催者の方ですけれども、西村さん432でヘルツでやってほしいという、そういうまた新たなる要請がありました。それで、新たに再録音した結果ですね、それはまた皆さんにお送りできると思いますが、442Hz から432Hz にしてどこが変わったのか、いろいろ説があります。 432Hz、皆さんもインターネットで調べていただければその結果がわかると思いますが、この数波、心が安らぎ、そして波動、波動をお送りするという、それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。